デビルマン外伝、人間戦記、特上しました。長い号不休名作デビルマンが50年を経て細野不二子により復活です。物語はデーモンが人類に宣戦布告した時より、悪魔王ゼノ出現、人類が恐慌をきたし、長い号原作の不良たちの視点から描かれます。牧村家の護衛についたドスローク、僕とマサ、メリケン・ジョーたち、デーモンからの襲撃に耐えた彼ら、アスカ・リョウの裏切り、そして人類の破滅へと、デーモン対デビルマン軍団、黙示録の最終戦争へ、この物語を彼ら不良ただの人間の視点から、すごい展開でした。